こんにちは、バルコヤです。今日はビカクシダの室内管理についてのお話です。寒くなり始めた12月頭ぐらいの最低気温が10度を目安に、それを下回るタイミングでビカクシダを室内に取り込みました。今回は室内管理に切り替えてから気になることがいろいろと出てきたので、前半でその内容、後半でその対処方法について紹介させていただきますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。まずはじめに、我が家の生育環境ですが、リビングのテレビの上の壁とこちらの向かい側の壁で管理をしています。窓側にもかけれるんですが、窓際は夜間の温度が下がるので、ビカクシダはここにはかけてないです。室内の温度は朝起きた時点でだいたい13度ぐらい、晴れの日であれば日中はマックス20度ぐらいはあるかなと思います。湿度も 50% を切らないように気をつけています。ちなみに加湿方法は、我が家は薪ストーブを使っているので、この上でお湯を常に沸かして加湿器代わりにしています。ストーブの裏にサーキュレーターを置いて風を送るようにしています。部屋の特徴としては、東側が一面大きい窓になっていて、午前中は比較的光が入ってきて、午後からは曇ってくるといった感じです。テレビの上の壁は去年バルコニーに小屋を建てたこともあって、少し日が入りづらくなりました。そんな環境の中で毎年冬に起こる問題があって、それは何かというと徒長です。徒長って聞いたことあると思うんですけれども、ビカクシダでいうとどんな状態かっていうと、こちらのビカクシダは去年の11月に迎えて板替えをして、外管理の間に左右の貯水場を2枚展開してくれて、室内管理に移行するタイミングでこの胞子バターンに入りました。なのでこちらの4枚の葉は購入前のお店で育った葉っぱで、こちらの長い葉が我が家に来てから出た葉っぱになります。葉先を見てもらうと、今までの葉っぱよりも少し分岐が増えて次の段階へ進んでいるのかなって印象もありますが、古い葉と比べてもらうと分かりやすいですが、我が家で新しく室内環境下で展開したこの葉は長く伸びてしまっています。室内管理に移行したせいで今までより光が足りないので、より強い光を求めて窓側に間延びしたように伸びてしまいました。これがビカクシダの徒長です。さらによく見てもらうと、葉の色が、新しい胞子葉は色が薄いです。これまでの管理を振り返ってみると、早く大きくしたいっていう気持ちが強くて、水やり頻度が多かった気がします。外管理の夏の間であれば全然問題ないんですが、日照不足の室内環境下で高い頻度で水やりをしてしまったので、株が成長モードに入ってしまって、これも徒長させてしまった原因の一つなのかなと思ってます。今までは徒長するのは仕方ないかなと思って冬の間ずっと育ててたんですけれども、やはり数年育てていると、初めのうちはまず枯らさないようにっていうのが一番で、次に大きくしたいなってなって、今は形よく育てたいなってどんどん考え方も変わってきました。この徒長っていう状態は本来の状態と比べて弱っているっていう状態にもあると言えるので、虫がつきやすかったり寒さに敏感に反応してしまったりってことも考えられるんじゃないかなと思います。こちらは徒長とはまた違うんですが、窓が株に対して左側にあるんで、新しく展開する葉が左の方へ伸びてしまう傾向にあります。特にこの胞子葉見てもらうと分かるんですけど、本来右側に出ないといけないんですけど、光を求めて完全に左側に出ちゃってます。あとはこちらもそうですね、本来は
こんな形で左右均等になってくれるとかっこいいんですけれども、これもそうですね、こんな形だとバランスいいですよね。だけどこちらの窓の方に光を求めてこっちの方へ向いてしまいますね。光が左右均等から当たってないとこういうことも起こってしまいます。放射場だけじゃなくて貯水量も今こちらは右側の貯水を展開中なんですけど、こちらも窓の方へ向かってこんな形でせり出してきてしまいました。ここから見るとよくわかります。動画だとちょっとわかりづらいんですが、こちらはピタッとこう水苔にくっついてる感じで、こちらは少し前に出てきてしまってるんですね。これも光が左右均等に当たる環境下であれば右も左もピタッとかっこよく仕上がったんじゃないかなと思います。こうなるとせっかく外管理の間に頑張って育ててきた形がどんどん崩れていってしまうので、形を崩してしまったビカクシダは仕立て直ししか方法はなくなってしまうので、自分の理想としている完成形までに時間がかかってしまいます。皆さんも答えは分かっていると思いますが、徒長させないようにするには光をしっかりと当てる。しっかりと光を当てれないのであれば水やり頻度を落として育成スピードを落とすということが大事だと思います。我が家のように年間を通して外管理だったり室内管理だったり大きく生育環境が変わる場合は左右均等に仕上げるのはなかなか難しいと思います。もし標本株のような綺麗な状態に作りたいんであれば、室内で年間を通して温度湿度管理をしながらしっかりと育成ライトを当てて光を与えてあげることが一番の近道だと思います。自分はウィリンキーなどの長く垂れる葉がタイプなので、徒長もあまり気にはしていませんでしたが、ペイチーのような葉が立ち上がるタイプのものは徒長するとふにゃっと折れ曲がってせっかくのかっこいいフォルムも崩れて台無しになってしまいます。インスタなんかで見かけるかっこいい株はビニールハウスなどの温室で光が均一に当たる環境下だったり、室内管理でライトをガンガン当ててる人が多いですよね。特にビカクシダっていう植物は比較的成長も早くて、環境によって姿がどんどん変わっていくので、育ててそこが楽しいところでもある反面、油断するとすぐに形が崩れてしまいます。ただ崩れてもまたそこから作り直せばいいので、自分はこの試行錯誤をとても楽しんでます。5年ぐらいライトなしで冬の間は部屋の中で場所をローテーションしたりいろいろと試行錯誤してたんですけれども、5年前とは株数もかなり増えて、今は左右均等なかっこいい株、コンパクトな株を作りたいっていう気持ちが強くなって、また来年以降もこの時期に同じ悩みを抱えるのが嫌だったので、このタイミングでライトを導入することにしました。もっと早く導入しろよって声が聞こえてきそうですが、まあ変なこだわりがあって、もともとライトなしでどこまで仕上げれるのか楽しみたいっていうのと、そこまで美覚にかける費用がないので、ライトの購入費用だったり毎月の電気代を払うぐらいならその分新しい美覚が欲しいって昔は思ってました。でも今はもっとよりどっぷり一株をきれいに仕上げるっていうことを楽しんでもいいのかなというふうに思っています。次回は実際にライトを取り付けようと思いますので、ダクトレールとライトの取り付けの設置方法、ライトのオンオフを自動で管理する方法、あとはダクトレールの有効活用の仕方というのを動画にしようと思っておりますので、ご興味のある方はチャンネル登録、今回の内容が少しでも参考になったよという方はいいねボタンもよろしくお願いします。その他に室内管理でこんなこと気をつけてるよっていう方はコメント欄で教えていただけるとありがたいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。